えー、こんにちは麻生財務大臣の最後の会見を、まあ、ご覧いただいていると思いますけども、まあ、今回はですね5分間から7分35秒までを拝見してこの2分間の中で、ね、感じたことをまた追及していきたいと思いますけども、えー、麻生財務大臣が緊縮財政路線に走ったおかげで非常に日本は危ない国になってしまったと本当に風前の灯火になってしまったということがこの8年9か月で本当にね深刻になったんじゃないかなと思うんですよ。 本当にねこの麻生財務大臣っていうのはある国の回し物じゃないかなと思うぐらいですじゃあね財政を縮小することによってどんなに危ないことになってるかってことを具体的に5つぐらいの事例を持ってお話しますねまず一つは国防ですえー、国の防衛予算っていうのは GDP の1%前後というふうに言われてますけどもこんな規律無視してですねもう防衛力を高めていくためにこれからどんどんね、えー、自衛隊 こういったもの、陸海空全てにおいて最高の機材を用意してね、最高のコストをかけて最高の待遇でその職員さんを守っていかなくてはならないんじゃないかなと思うんですよ特にこれから少子高齢化で若くして自衛隊員になろうかっていうねそういうふうな自国民は少なくなるわけじゃないですかただでさえ自衛隊は激務です。そして家族も顧みずに災害救助そして時には戦場に行かなければなりませんよね 社会的批判ももだにあるでしょう偏見も自衛隊員だからということで戦争屋みたいなね好戦的な人間だと思われている方もいると思いますでも違う私たちのこの日本という国は誰によって守られているんですかと紛れもなく自衛隊員さんですよ自衛隊がなければ誰が守るんですかと消防団ですか近くの警察ですか違うやっぱりロケットランチャーの訓練を受けて防衛対策のための 船、船舶、飛行機こういったものがちゃんとねスクランブルできる状態に訓練されている精鋭がいるからこそなんですよ。これはねいくら防衛のために他国からの攻撃を守るための防衛の人材っていうのはいくらいても構わないんですよ。まだまだ全然足りませんよ、ね。あなたの命を守るために自衛隊員さんはいてくれてるんですよ。あなたの財産や未来を守るためにあなたの愛する人家族を守るために自衛隊員さんは自分の家族を顧みて。 親の死に目に会えないことも涙を飲んで現場に立ってくださってるわけなんですよ。じゃあね、防衛費、今のままでいいんですかと、そういった命をかけて最前線に立ってくださってる方に対して、プライマ,ラマリーバランスの黒字化みたいな根ごとをほざいてですね、防衛予算を削らないまでも増やさなくていいんですかってことなんですよ。以前、安倍総理がトランプ大統領から、まあ、戦闘機をね、 1 0ほど買ったりオフスプレーを買うことによって批判を浴びてましたけどもこれ批判の意味は全く見当違いですよだって国を守るべき兵器っていうのは必要なんですよ防御するべき武器っていうのは必要なんですよ盾と剣っていうのは必要なんですよそれも最新鋭のやつを日本で作ってないですからねこういった軍事兵器をってことは海外から買うしかないんですよとしたらですよ一番の取引相手である同盟国このアメリカから仕入れた方がいいですよね そしてアメリカから仕入れればその機械をね兵器を使うべきメンテナンスもしくは整備それから使い方のいろんなトレーニングが要りますそういった人的交流も起きてくるわけですよ。ねやっぱり兵器っていうのは買うだけではダメですどうやってメンテナンスするのかどうやってそれを使っていくのかどのようにやって危機回避をしていくのかこういった訓練が必要になってくるんですよそういうものをなくしてただ拳銃が落ちてれば人は守れるものではありません 素人が拳銃を握ってねいきなり撃って当たりませんからね3メートル先の標的に当たらないですからね反動もありますしねそれから引き金を引く時のこれインパクトもあるわけですよそう考えていくと国防費っていうのはまだまだ足りないんですよこれからますます人が減るときに兵器が最新鋭でなければ他の国は最新鋭ですからねかなわないことになっちゃいますよだから何もね侵略のための兵器を貯めていこうって話じゃないんですよそういう意味で言うと私たちは戦争を放棄してるわけですから ただ防衛の手段はいいいくら高めてもいいわけなんですよ、ね、以前津波が来るか来ないかっていう時に防波堤をね何メートルにしようかみたいな議論があって予算がないからこれぐらいにしましたって言ってねそれ以上の波が来て全滅だったわけじゃないですか同じようにこのぐらいの防衛で大丈夫かなみたいなことを言ってるとそれ以上の攻撃力で来るわけですから、ね、だから防衛力っていうのは高めすぎて高めすぎることはないわけですよそこにつけるのが予算じゃないですか じゃあ自衛隊に回ってくる予算が少ないんで必要な軍備が買えませんトレーニングもできません従業員さんのねその自衛隊員さんの保証も十分できません年金がもう差し押さえですみたいなねそんなことで誰が自衛隊に命をかけてて入ってくるんですかそれこそ最大のやりがい搾取ですよこれをやってるのが麻生財務大臣でしょどんどん予算出さないとねもっともっと出さないともう今の、ね、防衛費の倍ぐらい出しても全然おかしくないですよ 3倍5倍出していかないといとくらでも金はジャブジャブと吸っていかないと国防のためですから国民の生命と財産を守るためでしょなんで金消しってるんですかってことですよ金なんてすればいいわけじゃないですかそしていろんなものを発注するとね国内も潤うわけですよ自衛隊だってね何もね武器ばっかり必要なわけじゃないですよなんかあれですよあのー、タクティカルスーツとかね帽子とかブーツとかもこれ国内で発注すればいいわけでしょ国内のメーカーを潤うじゃないですかええ、ね、それから 水、食料、こういった後方支援に必要な生活物資っていうのも自衛隊員さん必要ですからねこれ国内に発注すればいいじゃないですか国内潤うじゃないですかでこういうことをやっていくってうことがうん自衛隊員のねさらなる国防に対する意欲を高めて防衛力を高めていくことそして防衛ができるからこそ外交ができるわけですよ麻生財務大臣ね金をけちったからっていいことはないわけですよで麻生財務大臣の懐から出すってわけじゃないですからただ こうやってパラパラパリって発行すればいいわけでしょ今、も、ま、う、あ、マジックで書く必要もないんですよ。万年筆マネでもないんですよ。タイピングでゼロを1個足すだけですからね。何をやってるんだと思いますね。それから同じように災害対策もそうですよ。防衛と同じように災害対策費用ももうお金がないからっていうのでケチれば確実に死ぬ人は増えるわけですよ。それはね、既得権益を持ってる方とか政治家さんはいいでしょ。自分たちの生命を守るために真っ先に予算使ってるから。でも 政治家さんを支えている国民が瓦解すれば当然その上の見越しに乗ってる麻生財務大臣の椅子も傾くわけですよそう考えていくとね災害対策費用もあんまりにも出てなさすぎるここもプライマリーバランスの黒字化じゃなくて国際発行で災害対策をビシッと張った方がいいですよなぜならね今年災害対策費用ボカーンと植え付けて防波堤作るなり砂防ダム作るなりさまざまな施設作るでしょ それはこの先20年30年使えるものですからねだから今年執行した予算がね今年で終わってはい損でしたってことはないんですよ20年先30年先なんだったら40年先50年先までいろんな災害から守ってくれるもうそういうふうな防御兵器を作るためですからそうなるとね50年国債でも全然構わないわけなんですよ何国債発行を絞ってるんだって話ですよねだから岸田総理の言う天然度主義 ね、今年のことは今年で終わるんだみたいな単年度主義では限界があるんでもう10年計画とかね30年計画国家運営なんで100年計画で100年国債の増発をバン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 していけば何もかもうまく収まるわけですよそのぐらいのことはね分かっていただきたいかなと思いますねそして3つ目教育予算ですよ基本的には高校卒業一部大学卒業までは全てのコストを国が見るこういうふうにしていかないと人材には最大限の投資ができないですよそれがね 個人的に家庭にお金がないかっていう理由で進学をね、ちょっとできなかったりとかして何よりも損失ですよ優秀な官僚優秀なあ国防優秀な、えー、災害復興優秀な教育者優秀な、まあ、国民ですよねこういうものを育てようと思ったら生まれた瞬間から手厚く合合して選択肢をグッと広げていろんな教育をしていくそれこそ留学費用も出してあげるとかね国際交流を図ってもらうとかそういう可能性をバカ,バカバカバカ広げることによって いいろんななが伸びていくわけじゃないですかこれからノーベル賞を受賞するようなね偉い博士が日本に出てきますか、ね、猫も釈子も東大を狙うようなそんなね切磋琢磨するような若者が生まれてきますかなかなか厳しいですよなぜならお金がなくって塾に通えない学校もなかなかうまく選択できない越境入学なんてのはコストがなくて全然できないそんなね能力をお金がないってたったこれだけの理由で選択肢を積んでしまうと。 しかも国には予算を執行する力があるわけですよ。だから家庭にお金がないんだったら未来への投資ですよ。どん,どんどんどんお金使ってもらいたいと思います。教育予算があまりにもしょぼすぎる。それから大事なのは教員を育ててない全然。ね。教員にもちゃんと予算を当てて休日もしっかり取ってもらう。そして給料もたくさん出す。待遇を良くする。その代わりですよ。その代わり部活はもう無料でやらないわけだから。部活に出れば残業代出すわけだから、きちんと生徒たちを 指導してもらいたいたですし責任を持っう自分のね、えー、まあなんていうかね、社会経験が教員でしかないとか教師でしかないってことはもうやめていただいて、それこそ研修期間を2ヶ月なり3ヶ月設けてね、全国の教員さんの皆さん一般企業に入ってみてください。将来自分たちの制度、生徒さんがね、どこの企業に入社するんだろうかってことをやっぱり体験してもらいたいと思いますよ。だからね、 教員の副業禁止ももう解禁でどんなアルバイトでもいいからやってもらいたいそれから隠蔽もなくすことなんでね学校でいじめがこれほどまでに必要に起きるんだってことなんですよだからそこはねやっぱり教員の皆さんの教育がもうね大学の教育学部で止まっちゃってるんですよだからそこにもちゃんと予算をつける必要がある麻生財務大臣聞いてますかあなたがやらなかったことは多すぎるんですよ消費税を上げればねそれで仕事が終わりってことはないんですよ 朝9時から夕方5時まで座ってれば仕事が終わり質問がないのに座ってねいけんと朝はダメだし質問しても突っ放ねるじゃないですかねちゃんとまともに聞けばいいんですよなんか定額給付金を出そうかって時にね、うん、出さんよみたいなこと言うんじゃなくってちゃんと聞いてくれればいいんですよなんで出さないといけないのか今お話したことが理由ですよで4つ目労働です働いている人への恩恵が少なすぎるね派遣労働とかね非正規の方 なんでこういう方がね冷や飯食わされるんですかと非正規の方や派遣労働の方がいるからこそ大企業が支えられて利益が確保されて株主に利益が還元されてるわけでしょじゃあその最前線で働く労働者の皆様に十分ね働き続けてもらうためにねある意味ね働き続けてもらうために派遣切りとか持ってのかですよ働いてくださってありがとうって次はもっといい職場待遇を用意しますからみたいなことを国がね財務省がお金で保障してあげないと それこそ派遣会社に勤務した方はその勤務実績に応じて1年間で100万円のボーナスをねバーンと出すくらいのことして全然罰当たらないと思いますよ使い捨てですか我が国の国民をねそういうことになるじゃないですかかーって思いますよで最後は生活保障です国民の生活保障筆頭に上げられるのは生活保護の受給金額安すぎるでしょうねこれねあらゆる人に言いたいんですけども生活保護費用で暮らしてみてください でまあいい大人がね最低でも一人1ヶ月37万ぐらいないと今は現代社会のまともな暮らしは送れないと言わせてもらいますまともな暮らしってのはどういうことかっていうとたまには美術館でねなんかいい絵を見たりとかね芸術に触れたいじゃないですかそれって贅沢ですかね、まあ、1週間に一度とか2週間に一度は高級ホテルのランチビュッフェ このぐらいいい体験しても贅沢じゃないと思いますよ何もね10万円のうな丼を食わせるってわけじゃないんですから、ね、食の選択を広げるそのぐらいのことは当たり前だと思うんですよ健康で文化的な暮らしでしょじゃあたまには映画館行ったり美術館に行ったりレジャーランド行ったりとか健康で文化的な暮らしじゃないですか切り詰めて切り詰めていかないようだったら何が健康で文化的な暮らしなんだと思いますよ 愚かな政策をそして愚かな引き締めをやり続けた麻生財務大臣の、まあ、負の功績じゃないですかねそして消費税を上げるってことは我々の所得を可処分所得を詰める行為なんですよなんでそれを実績とするのか麻生財務大臣は誰と戦ってるんですか私たち国民を苦しめることが仕事なんですか私たち国民のお金を取り上げることが仕事なんですか、まあ、そうだって言ったらね本当はやめてもらってよかったし別に座ってもらわなくていいわけですよで今度副総裁でしょ もう財務省に気兼ねすることないんで今度はね財務省をやり込めるような覚悟でぜひね財政出動にどんどん舵を切っていただきたいと思いますえ岸田総理もね早速財政出動の方を国民生活支援困窮者の方から順番にやるというふうに明言されてますんでおそらくえこのね予備費は数十兆円規模で執行されるでしょう生活困窮者の方現金給付を個別にねえ金額はバラバラかもしれませんけどもある人は20万ある人は30万50万というふうに 手渡されるんですよそれによって新しい、ね、生活のきっかけをつかんでいただくっていうふうになりますただね一発50万とかではやっぱりね23ヶ月生き延びて終わりなんですよそういうようなことではなくて根本的な解決をしてもらいたいそれが麻生副総裁がこれから岸田総裁に語りかけることなんじゃないかなと思います是非ね残りの人生罪を償ってね極楽ジオ度に行けるように頑張ってもらいたいと思います <laughs> それではまた麻生財務大臣と一緒に語り合いましょういってらっしゃい